さあ続いてまいりましょう。エントリーナンバー4、フンフマリレンの皆さんです。どうぞ。音楽つながりの友人で結成をしたグループです。アカペラ経験ゼロのメンバーもいれば、2年前にアカペリンピックに参加させてもらったメンバーもいるという、まだまだ未知数なグループです。アメリカ人、オーストリア人、日本人の混声ですが、楽しく一緒に歌いたいという気持ちを大切に練習に励んでいますというメッセージいただきました。エントリーナンバー4、フンフマリレンの皆さんです。ご登場いただきましょう。どうぞ。はい、さあ、いいですね。やっていきましょう。さあ準備をしていただきました。スタンバイできましたら合図をいただきたいと思います。立ち位置 OK でしょうか。はい、よろしいでしょうか。それではエントリーナンバー4、フンフマリレンの皆さんです。どうぞ。Thank you.
ラボー田村さんでした。それではマイクを元の位置に置いていただいて、こちらの方にお越しください。さあ、4組目まだ半分いきません。まだです。これからまだまだたくさんございますね。この組まれた皆さん、ちょっと見たことある顔があるなぁ。何聞こうかなと。あ、花束ありがとうございます。もしかしてこれは豊岡の方がいらっしゃるという感じですね。はい、ありがとうございますね。今日は来ていただきましてありがとうございました。さあ、改めて聞きましょう。夫婦マリネンというのは一体どのようなバンドなんでしょうか。フロリアン、急に私かフロリアン、もうちょっと待ちようかフロリアン、次、じゃあ決めた。あ、そうです、私決めたか。はい、はい、あ、プン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 マリネン、ドイツ語、私、オーストリア、ウィーンの出身だから、フンフというは5人で、マリネは、アンズ、アンズ、フルーツ果物、そうそう、で、それが、オーストリアの一番なんか人気な、果物だから、で、みんな、ハナさんとカウンと私、オーストリアに一緒にいて、いっぱいなんかアンズ食べて、なんかそれでなんかグループが作りたいと思って、そう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 。で、みんなが友達やし、もう結構長いし、はい、それでこのグループで作ってて、はい、よくわかりました。でもフロリアン、本当相変わらずいい味出てますね。関西弁も織り交ぜながら、でもすごいわかりやすい日本語で、本当です。日本何年ぐらい？今、8年ぐらいかな。はい、日本語上手です。はい、ありがとうございます。あ、Thank you very much 僕当たり前です。花さん、お帰りなさい。ちょっと豊川の方に何か一言。本当になんかこうアカペラを聴きにこんなにたくさんの方が来られていることにすごく感動しました。ここで歌えて本当に良かったと思います。ありがとうございます。はい、兵庫県にね、高松が南の方で活躍されてるんですけれども、出身は豊川という花さん、お越しになりました。そしたら最後に会場の皆さんに改めて一言、どなたにお聞きしましょう。さっきも、ね、言っちゃったんでかぶっちゃってるんですけど、もう本当に、ね、ここのステージ歌わせてもらえること感謝の一言につきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。エントリーナンバー4、フンフンマリネンの皆さんでした。 Thank you very much。